どうも、北山水泳です。はい、世界水泳決勝競技3日目でございます。はい、今回も素晴らしい結果でございました。早速見ていきましょう。はい、男子2振りでございます。男子2振りに関しましては、ファン・ソン選手が優勝でございました。はい、400メートル自由形も韓国の選手が優勝しましたけども、2-4 でまさか韓国の選手が、はい、取りました。これすごいっすね。はい。アジア大会の方でもこの選手は早かったんですけども、はい、まさかの世界水泳でも優勝でございました。タイム44秒ですね。はい。まあ、韓国がね、メキメキと力をつけております。そして、1振りの方でも順調にいけば中国のファン選手が優勝しますので、これはちょっとアジア勢、中国、韓国の力がどんどん強くなってるなっていうのは非常に痛感します。特に自由形。はい。日本もこれ頑張る必要がありますね。はい、次、女子1500でございます。はい、結果こんな感じですね。優勝タイムが15分40秒台でございますが、やはりこの種目はレデッキー選手が今回不在なんで、レデッキー選手が、パリオリンピックで出てきますけども、パリオリンピックでのレデッキー選手にどこまで食いつけるかっていう感じですよね。とは言いつつ、やはり15分台っていうのがね、日本人選手なかなか出してませんので、はい。この辺のタイム、まあ、15分、まあ、レデッキー遅くてもまあ20秒台では来ると思うんで、はい。もうちょっと食いつければって感じですね。はい、次は男子ハンブレの準決勝でございますね。この種目も、ピーティ選手が出てきてますけども、ピーティまたもやここでもあんまりっていう感じですね、結果ね。まあ、4位通過でございますんで、まあ、メダルには絡んでおきてほしいですね。もともと持ってるタイムは世界記録やばいんで、5秒台、思ってますんで、はい。まあ、タン・カイヨウ選手もこの種目早いんですけども、どれくらいピーティ選手上げてくれるかなって感じですね。やはりでもタン・カイヨウ選手が出てきたら、この種目タン・カイヨウが強いんじゃないかなというふうに思います。はい、次、女子1バックでございます。はい、決勝競技ですね。優勝タイムが58秒台に突入しております。58秒29という結構いいタイムで来てますよね。はい。結構ね、2位とは差が開きました。で、まあ、この種目は結構ね、レーガン・スミスであったり、まあ、カイリー・マッキヨンであったりが出てきてないんで、今回ね。はい。どれくらい、その選手たちに食いつけるんでしょうか。57秒台が出れば、かなり食いつける感じがあるので、はい。パリオリンピックでは多分この選手もね、上がってくると思うんで、優勝争いに加わってくると思います。はい。次、男子の1バック決勝でございます。ハンター・アームストロング選手が優勝でございました。準決勝の方ではね、ハンター・アームストロング選手が何レーン、この泳ぐレーンを間違えてたという、はい、事件がありましたが、無事に、はい、決勝競技でした。はい。ハンター・アームストロング選手ね、ラストのタッチでかわしました。はい。ずーっと2位で泳いでましたけども、ラストのタッチのうまさで、こう1位になるという。0.02 秒差。やっぱタッチのうまさって結構大事やなと思いましたね。特にバックの場合はラストのタッチでグッと潜るんで、あっこでタッチでかわしたっていうのがこれかっこいいですね。タッチ重要。はい、次女子2振りです。女子2振りはこんな感じの結果でございました。まあ、オッズでいけばシーボン・ホーヒー選手が取ると思ったんですけども、はい、多分ね、これホーヒー選手タイム的に見ると、この選手、この後に1ブレを控えておりまして、決勝。1ブレがあるんで、ちょっと、調整したかなって感じですね。あんまり頑張らなかった感じですね。なんで多分明日の決勝の方では、さらにタイム上げてきて優勝するとは思われますので、はい。その辺が見どころですね。さすがにホーヒー選手、これ全然多分全力じゃないと思いますので、はい。まだまだ上がってくると思います。はい、次、男子の200メートルバタフライ、2バタでございます。本田選手は2位通過でございました。よかったですね。本田選手ね、予選の方では9位通過で準決勝入ってまして、これ大丈夫って思ったんですけども、しっかりと準決勝の方では2位通過のタイムに上げてきました。55秒です。はい。いつもに比べるとね、本田選手あんまり速くないなって思ったんですけども、っていうのもね、怪我してるらしいです。はい。足首捻挫してるらしいんで、タイムが思って以上に上がってきてないのかもしれません。ただ、本田選手は決勝競技ちゃんと上げてくると思うんで、しっかりと優勝できるタイムで上がってくると思います。小野村選手がね、出てましたけども、スイムオフの結果、準決勝には上がりませんでした。はい、次、女子1ブレの決勝競技でございます。はい、先ほどね、2振りの準決勝を調整してたシーボン・ホーヒー選手が、見事に3位にランクインしました。よかったですね。調整の甲斐がありました。タイムもね、1分5秒台突入してます。はい、1分5秒台、1分5秒9でございます。はい、結構2位とは差が
接戦でございました。この種目ね、まあ結構速い選手がいます。リリーキング選手とか他にもいっぱい選手がいますが、まああんまり出てきてないですね。今回は1分4秒台がちょっと欲しいところではありますね。パリオリンピックではどこまで上がってくるんでしょうか。はい、今回以上でございました。はい、面白い結果となりましたね。まあ、本田選手がしっかりと明日結果を出してきてくれると思われます。はい、楽しみでございました。では今回以上。